うつ伏せに寝たまま美脚を作る裏パカトレーニング、一緒に頑張りましょう。最初は両足をつけて膝をパカパカします。顎を引いて姿勢は一直線を保ちながら動かすと裏ももに効きます。次は片足ずつ交互に裏パカです。かかとをお尻に近づける意識で行いましょう。裏ももが引き締まると横から見た時の足のラインがほっそりします。今度は内ももを鍛えます。太ももを内側に動かすように足をクロスさせて、その時に内ももに効く感覚があればバッチリです。次は隙のないお尻を作るトレーニングです。足を伸ばして太ももを床から浮かせ、テンポよく足で拍手しましょう。腰が反らないようにお腹の力も入れてください。最後は膝を曲げてもも尻を作るトレーニング。先ほどと同じように太ももを床から浮かせて、膝は90度に曲げましょう。最後まで太ももを床につけないように、あと少し頑張りましょう。3、2、1、お疲れ様でした。裏パカトレーニングいかがでしたか？やる気が出ないときは簡単なトレーニングで十分です。できる範囲で続けていきましょう。